ハル君、今日こそはこれでプレステのコントローラー買ってきて。いい？ハル君持っとるんだ、お金。じゃあプレステのコントローラー買ってきてよ。間違えたらダメだよ、頼んだよ。あじゃないよ、ハル君不安だね。いってらっしゃい、バイバイ。はい、いいよ、行っておいで。ハル君おいで、ハル君時間なくなるよ。ハル君何それ、何それ、なんでそんなでっかいもん買ってきたの、何これ。ハル君こんなでっかいコントローラーあった、こんなでっかいコントローラーあったの、え本当に。じゃあハル君そのコントローラーでゲームしようか。ハルコおかえり。うん。ハルコ。何その巨大なもの。ねえ。うん。コントローラー買ってきてくれたの？うん。本当にコントローラー？なんかハル君もうすでにクリスマス気分だね。うん。ハル君だけクリスマス来たんも。うん。さすが毎日365日クリスマスの男だけあるね。じゃあね、ハル君プレステのコントローラー出してみてください。楽しみだね、何が出てくるの、うん、いいよ、コントローラー出して。どんなコントローラー買ってきてくれたのかな、見えねえ。画面外だよ、ハル君。画面の中に出して、画面の中に。机の上に置いてよ、机の上に。机の上に置いて。おー、ハル君これはもしかして、自分のものじゃん、ハル君。やっぱり自分のものじゃん。コントローラーじゃないでしょこれ、絶対。ねえ、なんか箱傷んでるし、どういうこと、ボロボロやんこれ。ねえ、なんかハル君、こんなもん買ってきたらコントローラー絶対買えてないでしょ。コントローラーあった？よかった、とっても安いコントローラーだと思うんだけど。じゃあね、ハル君、パパのコントローラーを出してください。おー、すげー、ハル君めちゃめちゃすげーコントローラー買ってきてくれてるじゃん。すっごいね、ハル君、こんなでっかいコントローラーあったんだね。えめっちゃ使いにくそうだね。え、こんなに分厚いコントローラーどうなってんの、裏面も見てみようかな。おーすげー、裏までコントローラーだ、ハル君。なんかマリオっぽいキャラクターがいるけど、これってプレステじゃなくてニンテンドーじゃない、もしかして。大丈夫、ニンテンドーの偽物みたいなコントローラー買ってきてくれてるけど大丈夫。 C って書いてあるもん。じゃあちょっと使ってみるね、このコントローラー。ちょっと使ってみるね。あれあれあれ、なんか十字キーツルツルして押せないんだけど、ボタンもツルツルして押せない。スタートボタンを押してみよう。スタートボタンを押してもツルツルしてる、どういうこと。なんかここ空洞になってんだけど、なになにこれ、なんか空洞になってるよ、ハル君。ここ穴開いてるんだけど、なにこれ、ここ穴開いてんだけど、なになに、何これ。ランちゃんが入るところ？え、どういうこと？ランちゃんが入るところって。
どういうこと？ちょっと待って待って、説明書見てみるね。ランちゃんが入るところって猫だよね、ランちゃんって。ねえ。ちょっと待って、どういうこと？説明書見てみるね。ゲーム機って書いてあるよね、でも。本来の用途以外に使用しないでください。そうだよね、コントローラーだから、ゲーム以外には使用しちゃダメっていうことだね。爪研ぎ、キャットハウス？ハルくん、これってコントローラーじゃないじゃん。猫の爪研ぎハウスじゃん、これ。ねえ、ハルくん、間違えた。ハルくん、コントローラーだと思った。確かにコントローラーっぽいけど、これはランちゃん用だよ。ハルくん、もしかしてランちゃんのために買ってきた。え、じゃあパパのコントローラーはないか、やっぱり。え、そのでっかい袋はもう入ってないの？はるくん、やめろ。じゃあお釣りは残ったお金でそれ買ってきたん？バカ野郎。じゃあパパのコントローラー買ってこずにランちゃんと自分のものをいっぱい買ってきたんだね、今日は。優しい男だ。いつものパターンだけど仕方ないから、もうブーストライガーエントリーセット開けてみる？いいよ、開けてみて。お、でっかいな。いらんな、これ変形するみたいだよ。なんかバイクモードから技術モードに変形可能だって。ということでね、入ってたのはブーストライカーとエントリーボディがね、入ってました。かっこいい。こうやって、これがね、技術モードみたいです。そしてこんな感じでエントリーボディをね、乗せることができます。別売りのマグナムブーストセットを買うとね、ここにね、技術が乗るみたいです。かっこいいね、このバイク。音がすればいいね、こうやってタイヤを回すとブーンブーンとかね、音をつけてほしいね、サウンドを。よかったね、ハルくん。うん。嬉しい？うん。じゃあもうしょうがないから、ハルくん、一発ギャグ言って。一発ギャグ。パパしか受けんかった。チャンネル登録はこちらからしてね。